はい、カンボジア、首都プノンペンの中心地のね、ボンケンコン1ですけどもね、こちら朝ですけどね、まだね、こういうね、街の中心地ですけどね、こう屋台がね、あります。はい、今日はね、こちらで朝食をとってみました。はい、ですね、こんな感じ、もういっぱいなんですよね。はい、頼んだのはですね、ご飯の上に卵と、豚肉が乗ってて、これでね、なんと1ドルです。はい、スープね、おすましがね、ついてあります。卵、これはポーク、味噌汁みたいなお吸い物が、はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は、ファイヤーについてね、お話しさせていただきたいと思います。はい、ファイヤーってね、元ね、アメリカ、大統領のね、トランプ氏が言ってね、お前はクビだっていうね、そちらのファイヤーの方ではありません。はい、ファイヤーのね、英語源は、まあ、ファイナンシャルインディペンデンス、リタイアアーリーということで、まあ、経済的自立をして、まあ、早期退職をすると、まあ、まとまったね、金をね、早く作ってね、もうとっととね、仕事辞めたいっていうね、ことで、ファイヤーっていうね、になります。はい、ね、私はね、今日のこのファイヤーのことはもうほとんど全然興味が全くありません。私はもう死ぬまでね、死ぬ瞬間までね、仕事しておきたいっていうタイプなんですけども、まあ私の周りでは結構ね、やっぱファイヤーしたいっていう方多いですよね。もう仕事でね、もうかなりのもう業績を作っててね、もう働いたんでね、もう本当すぐ辞めたいとかですね、まあ特にお医者さんのね、友人なんかはね、もう辞めたいということを言ってますよね。もう休みといえばもう正月と盆ぐらいしかなくて、もう人のためにずっと働いてて、本当にね、もう自分の時間もないし、自分の人生という感じがしないので、もうとっととね、もう早くね、もう引退したいよっていうね、方がね、多いです。まあそういう方にはね、ファイヤーね、いいんじゃないかなと思います。はい、でネットで、ね、見てますと、非常にね、もうファイヤー希望者が多くてですね、まあそのファイヤー希望者の中で一番関心が高いのが、まあいくらあればですね、ファイヤーできますかと、もう仕事を辞めてね、できますかっていうね、話題が多いですね。まあこれに関しては、まあ現在どの程度の生活のレベルをやってて、まあそのファイヤー後にはね、まあどんなね、生活のレベルで過ごすのか、そしてね、まあいつね、ファイヤーするかですよね。まあ20代か30代か40代か50代ということになりますよね。まあ私みたいに50代でしたらね、まああと何年生きるのかなってのは、まあ20年、まあ30年生きるかどうかわかんないですけども、そしたらまあ仮に30年ね、生きることを考えても、それだけのお金があれば、まあ、できますけれども、まあ、それが、まあ、若くなれば若くなるほど、まあ、お金の方がね、まあ、より必要になってくるということになります。はい。で、ネットで見てますと、まあ、ファイヤーいくらがからできるかっていうことを見てますとね、なんとね、3000万からできますと。3000万でね、いや、そんな、仕事辞めて、生涯ブラブラして生活できますかっていうね、感じがします。はい。で、これを書いてるのがですね、なんとですね、銀行とかね、証券会社の、方がね、こう3000万でできるってこと書いてるんですけどね、まあ、これはね、はっきり私ね、もう難しいと思います。はい、これ証券会社が書いてるのはね、もうまあ、まあ、100万か200万、まあ、新ニーサなんかでね、まあ、株式投資ね、債券投資をしてね、まあ、3000万目標で頑張りましょうということになれば、まあ、100万、200万から始めて、まあ、うまくね、投資すれば、3000万ね、そんな無理がないね、と思います。これは1億ということになればね、本当あれかもわかりませんけど、まあ、3000万ということになれば、まあ、目標としてはね、そんなに高くないかなと思うんでね、ですから、まあ、株をさせるため、口座を作らせるためにね、3000万でね、リタイアできるから、大丈夫ですよという形で出ると思いますけど、まあこれ私はどうかなと思うんです。で、ちなみにその3000万ということを書いているところの、まあ、一つの目処がですね、まあ大体年間300万を使うということが目処
としてありますってこと書いてあるんですけども、そしたら年間300万使ったらもう10年で終わりじゃないかとね。で10年終わってじゃあその後じゃあどうするんですかと、お金なかったらまた再就職するんですかと。まあ再就職したらね、今よりいい仕事できるかどうか分かりません。10年間遊んだ後にね、仕事できるかってことがありますから、まあちょっと無理があるんじゃないかなと思います。はい。ちなみにまあ、年間300万ということになれば、まあ、月25万。で、私、まあ、兵庫県の神戸市なんですけども、神戸市のまあ生活保護が、月ね、今22万円支給されます。はい。で、単身者の場合は、プラスアルファ、住宅手当みたいなのが4万円つきますから、26万円になります。はい。ファイヤーの方より1万円多いんですよね。まあ、さらに、医療費に関しては全額無償になりますから、まあ、ファイヤーね、された方、3000万でファイヤーされた方がね、月25万で、当然、病気した時は自分で自己負担ということになりますから、まあ、神戸の生活保護の人よりも、生活が劣ってしまうということになればね、3000万でちょっと難しいんじゃないかなと思います。はい。ちなみに私ね、これブログの方に書いてあるんですけどね、最近ね、こんなファイヤーもあるんですよね。まあ、職場でね、もう精神的苦痛を受けたと、まあ、パワハラを受けたということで、もう病んでしまったということで、まあ、心療内科に行って、まあ、診断書を書いてもらえば、はい、もうすぐにですね、まあ、給食出て、まあ、労災の方から、労災と、労災になるのかな、会社の方からそのまま給料が出てね、もう3年も4年も休めるというようなね、ことがあります。これ最近ね、悪用している人が多いんですよね。もう仕事したくないから、もう自分で、仕事でもう病気になってしまったことで、まあ、心療内科で診断書を書いてもらったりとか、まあ、新しいね、その、スタートアップするために、まだまだ不安だから、まあ、前の会社を辞める、もう実質辞めたような形で、まあ、心療内科の診断書を書いてもらって、給料をもらいながらやるというそんなクソ野郎みたいな形のやつがいます。まあ一昔前でしたらね、まあ労災といえばね、もうそれこそ旋盤の機械で指でも切断しないと出なければいけなかったのが、まあもう時代が変わってこういう精神的に病んでる人にまでね、お金を出すということで、ね、今こう非常に国のも財政の方を圧迫しているような感じですので、ね、まあこちらのも今後ね考えていかないといけないんじゃないかなと思います。はい、まあこの悪質なね、ファイヤー別として、はい、まあ3000万でね、やるのは私はちょっと難しいかなという感じがしますけどね。します。はい。で、今日の話題ですけどね、まあ、じゃあ、カンボジアでなら、まあ、3000万でファイヤーできるかっていうことですよね。はい。よくね、カンボジア言われるのが、まあ、発展途上国、まあ、発展途上国ちょっと脱出したんですけども、はい。まだまだ後進国ですけども、まあ、結構物価が高いと。はい。で、そして、カンボジアというのは、アメリカ、US ドルが流通しております。はい。それ考えると、今、日本でね、だいぶちょっと円高に今振ってますけども、まあ、まだ円安の状態で、まあ、一時期ぐらいでまだね、1ドル141円台ですから、まあ、日本よりもね、若干ね、これ、今、割高感があるかもわかりません。はい。まあ、そこをちょっと飛ばして、まあ、1ドル100円ぐらいの計算で、行った場合ですけども、はい。生活をね、もう切り詰めたら、どれぐらいできるか。うん。まあ、今日冒頭でね、屋台のね、ところを立つし、ブレックファースト取りましたけど、あれが1ドルになります。はい。まあ、あれなのがね、屋台いろんな子ありますから、朝昼晩と来れば、まあ、3ドルと。じゃあ、まあ、一月大体、まあ、90ドル。まあ、100ドルと考えて、まあ、安い家賃のところでしたら、まあ、100ドルぐらいで住めると。はい。で、まあ、光熱費、カンボジア光熱費高いんですけど、まあ、100ドルから150ドル、350ドル。まあ、あと通信ね、ネットの費用とか、まあ、そういうのを考えれば、もろもろ、まあ、400ドル。まあ、500ドルも月あれば、まあ、生活やろうと思えばできます。じゃあ年間6000ドル。そしたら、まあ、3000万、仮にこれ30万ドルですと、した場合ですけども、まあ、50年。50年ね、生活をね、することができます。はい。カンボジアね、今ね、最低賃金が、200ドルですから、200ドルで、まあ、家族生活している方もいらっしゃいますのでね、まあ、それを考えたら、一月500ドル使うね、平均、年収のね、まあ、2倍をね、使っていますので、はい、ファイヤーね、まあ、全然、できる状態といえばね、カンボジアできると思います。はい、ちなみにね、カンボジア、まあ、アパートとかね、大体ね、プールとかついてますのでね、で、年中ね、温暖気候になりますのでね、まあ、プールがついた、まあ、アパートで、まあ、広さはね、ともかく違わせて、プールついたアパートでね、
もう仕事せずにね、のんびり暮らしていくと。まあ、仕事せずにね、何か目的があってね、やる方にはね、まあ、ファイヤーね、非常にいいんじゃないかなという感じは思います。全然、3000万でね、十分でできる、範囲かと思います。はい。ただ、まあ、その、ファイヤーですけどね、もう3000万でできる方もいれば、まあ、1億、2億、3億あっても、いや、そんなちょっと俺では、そんな金ではもう仕事辞めて、ね、のんびり生活なんかできないよっていう方がいらっしゃると思いますけども、はい、そうですね、実際はその、まとまったお金をもうずっとこう食いつぶしていくという形になってしまうと思います。はい、まあ、それを、ね、食いつぶすだけじゃなくてね、まあ、あるお金を一部ね、まあ、資産運用していくという面ではね、まあ、カンボジアのいい面もあります。はい、US ドルのですね、まあ、定期預金が非常に小利回りです。若干今ね、金利の方が下がっておりますけど、まあ、利息はね 4.5 からいいところでは 6.5 ぐらいねついておりますので、まあ一部ねそのまとまったお金をね、まあ、定期預金に入れて、まあ、そこから資産運用しながらファイヤーしていくと。はい、ね、もう全然全部食いつぶすということじゃなくてね、少しで膨らましていくと。まあそしてね、まあ銀行の、利息がどんどん下がってくれば、当然これ不動産の方というのは値段が上がってきますのでね、まあ安いね、まあコンドミニアムとか、買ってですね、そこをまあ自分が住むのもいいですし、まあ家賃として貸して、まあそれをまたね自分のそのファイヤーするためのまあお金としてね、使っていけばね、まあいけるんじゃないかと。まあ金額ね、3000万ぐらいでもね、やろうと思えば、生活を切り詰めれば十分できますし、まあさらにまあそれを食いつぶすだけでなくね、まあ資産運用の方もできるという面では、カンボジアは非常にね、メリットあるんじゃないかと思います。はい、ちなみにね、カンボジア海外ですけども、海外住む場合一番問題はね、やっぱりビザが取れるかってことですけども、現状は非常にね、ビザはね取得しやすいね、まあイージーな国ですので、まあそういう面でも心配はありません。はい。まあ、日本の今直行便はないですけどね。まあ、日本との距離はだいたいね、まあ、飛行機で、だいたい8時間から11時間、まあ、トランジットしてっていう形ですかね。まあ、何かあればすぐ帰れるような状況ですのでね。はい。まあ、全然ね、3000万あれば十分できると。まあ、私はちょっとね、難しいですけども、はい。切り詰めてね、質素に生活するにはもう全然問題ないんじゃないかなと思います。まあ、答えがありますが、カンボジアで3000万あればね、ファイヤーはできます。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新お待ちください。よしばチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆様、See you!